皆さんこんにちは、さきです。今回はですね、今流行りのスイカゲームで3000点取れるまで終われません、押していきたいと思います。はい、私はですね、もともとスイカゲームプレイヤーです。まあ、マジでね、ちょっとめっちゃハマってて、なんかもうみんなさ、結構 YouTube とか実況とかライブとかでめちゃめちゃやりまくってるじゃないですか。私も TikTok とか見てるとね、マジで3個に1個スイカゲームの実況者なんですよ。私も実況したいと思って、なかなかしないゲーム実況をしていきたいと思います。でも私本当にゲーム苦手なんですけど、本当にこのスイカゲームはゲームに苦手な人にぴったりな、とても単純なゲームなので、ちょっと今回はみんなと一緒にやっていきたいと思います。簡単に説明すると、これ見せた方が早いと思うんですけど、まあ果物と果物をつなげてどんどんね進化していくんですよ。それでてっぺん目指せっていうゲームなんですけど、そのでかくするたびにスコアとかも上がっていくんですね。3000点超えるとすごいみたいに言われてるんですね。私も3000点超えたことはやってきて3、4回ぐらいしかないので、ちょっと今回ねやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。それではどうぞ。じゃあやっていきたいと思います。スタート。私は結構この辺は適当に押しちゃうタイプですね。携帯のさ、やつあるじゃないですか。私あれが本家だと思ってて、あれやってたんですけど、普通にね余裕で1万2000スコアとか出んのね。みんななんか3000点取る方法みたいな YouTube で出してんの。で、3000点なんて余裕でいくんですけどみたいな思いながら過ごしてたら、スイッチのゲームってことをして、でこういう感じでね、柿と掛け合わせたらリンゴになってみたいな。だから桃作るには梨と梨合わせなきゃいけないので、まずリンゴとリンゴを合わせるみたいなね、ゲームです。でここに梨ができたじゃないですか。リンゴとリンゴ合わせたら梨とくっつくのでみたいな感じなんですよね。はい、パイナップル。あ、結構調子いいんじゃないですか今ね。テスト、おっ、メロンになった。さっきさ、すごくない？え、待って、さっきさ、結構いい感じかもしれない。上がってる。で最初さ、おっ、待って、2個チャレンジするわ。もう企画名変更。待って、これスイカもう一個作れるスペースあるもんだって。え、待って、さっきマジでやばいかも。え、本当に大会とかあったらぜひ呼んでほしい、さっきのこと。あ、いいよ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 。え、やばい、パイナップルできた。で、パイナップルの次メロンで、その次スイカだよ。ねえねえ、これさ、絶対さ、これさ、どうする、ノーカットでお送りできちゃうよ。だね、めっちゃこうやって跳ねて飛び出すこともあんの。全然ほら、こんな感じで跳ねてビヨーンってどっか行くときもあんのね。全然いっぱいじゃないのに。そういうねのがあるので、ちょっとね結構慎重にやっていかなきゃダメなんですよ。そうだから、もうこれも今結構危ない状態です。ちょっとマジでこれちょっともったいないから、さすがに頼む、お願い。ちょっと待って、結構ちょっと危ないねけど。あ、お願い、リンゴつぶせ、お願い、リンゴ、リンゴ頼むよマジで。え、待って、このリンゴくっついてくれないかな。これね、オレンジじゃねえや、柿を置いたらやばいかな。200とかなの、最高でも。みんなどんな感じなんだろう、すごい人って。さっきすごい人になりたいから、さっきさ、路線チェンジしようから。これでもしめちゃめちゃ好評だったら、スイカゲーム配信者になろうかな。え、最近やばいよ、なんか本当にスイカゲームガチ勢の人多すぎて、なんかさっきめっちゃ流れてくんだけど TikTok ライブが、
なんか寝落ちしたままスイカライブやってんの。徹夜でオールでスイカゲームやってて、スイカゲームの画面開きながら寝てる人とかいるの。あ、めちゃめちゃいいです。今回来てます。今回行くわ。ごめんみんな、マジでやめとせ。マジで3000点頼む。あ、やばい、中に行っちゃった。はい、なんか私本当になんか最近マジでなんか結構いろんな、結構忙しいんですよ。なんで忙しいかっていうとね、テスト終わって2日か3日後ぐらいになんかすごいよくしてくれてる学校の先生が、さきちゃん、なんか1年前ぐらいにさきちゃんの SNS 講座みたいな聞きたいみたいな、さきちゃんがここなんかこうやってインフルエンサーしてできてる秘訣みたいなのをちょっと個人的にめっちゃ気になるんだよねみたいな感じでね、言われてたのね。で、でもそんな大マジで何をしてないんです大してみたいな感じで言ってたら、なんか社交辞令でなんかまたそういう機会作ったらみんなに講座とか開いてくれないみたいな言われて、あ、全然大丈夫ですよみたいな、すごい社交辞令で言ったの。そんなあるわけないじゃん、生徒の前で発表する機会なんて。そしたら本当にね、なんか1年越しに作られちゃって、その機会が、なんかそのテスト明けに私みんなの前でなんか発表するんですよ、その SNS 講座みたいな。私本当にそんなに発表できるほど何にも考えてないから、本当になんかめちゃめちゃプレッシャーなんだよね。本当に今からそれが一番緊張してるの。みんな言われるの、なんか私知らなかったけど、なんかみんな誰かから聞いてやってるって知って、なんか最近見てるみたいな言ってくるのね。あんまなんかさ、知ってほしくないのね。なんかさ、恥ずかしいじゃん。本当に起業で休もうかなってぐらい本当に緊張してる。あーほらもう一回やります。3000点いかなきゃ終わりなんで。本当にやだ。まあ先生にね、何人ぐらい入れるみたいな言われて、10人ぐらいがいいですねみたいな言ったのにね、もうね20人ぐらい誘っちゃったんだって。もうさ、20人の前でさきが一人で話すとか本当に無理なんだけど。ファンの人に話すのはいいの、なんかさきのためにわざわざ遠くから来てくれてるっていうのも分かってるから自信持って話せるのね。だけどさ、なんかさ、どうしようと思って茶化されたりしたらどうしようと思って、さき本当によ、70万人とか言われたら本当にさきもめったりやられるもん。本当にやだ、もう絶対いじられるもん、さすがとかさ。もうだからさ、なんかあんま自分のね功績とか言いたくないの。でも自分のさ、ちょっとさ功績とか言ってかないとさ、なんかインフルエンサーランキング1位いただきましたとかさ、ちょっと言ってかないとさ説得力ないじゃん。しかも言いたいじゃん。でもさ、言ったらさ嫌われるよね、本当に。どうしよう。もうさ、絶対だってさ、ちょっと茶化し目的で来てる人いるじゃん。だけどもうさっき、もう学校でもめっちゃさ、後輩とか特にさめっちゃ茶化してくるのね。だからさ、本当にさっきそれ嫌なんだよね。さっきめっちゃ寝たかも。あ、来た、あ、危ない、怖い。やばい、あ、梨行け来た、よし、やばい、ちょっと待って、ほら、やっぱり下のやつ邪魔なんだよ。お願い。
ちょっとお願いみんな。頼む頼む頼む。あ、やばいやばいやばい。じゃあもう次で終わらせたいと思います。皆さんお待たせしました。でこのもうこの時点でイチゴとさくらんぼをちゃんと片しておくんですね。そこが大事。あ、やばいやばい、待って、ほらこのさ下の3個のさくらんぼとイチゴ本当に邪魔なんだけど。あーほらまたいで、あーもう最悪。いいねいいねいいね、ここでここに入れる。あーだ、いやけ、あー、あほらいいねいいねいいね、いいよいいよいいよ、そう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 、あーやばい、はい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 、あもうメロンになった、すごくない？って毎回言ってるよね、って毎回言ってるけどさ、でも待って今回は結構いいかも。だってここに隣に桃がいるからね。だから桃とメロンの間には何も入れないようにしなきゃいけない。いいね。あ、いいですね。これどうしよう。待って。これさ、めっちゃ爆発しそうじゃない？もうこれ絶対無理じゃん。これさ、桃と桃がくっついてくれればさ、あ、桃と桃がくっつ、あ、すごいパイナップルになった。あー今置いたとこミスったよね、絶対。調子に乗らないでやるわ。はい、ということでですね、スイカゲームめちゃめちゃ長時間やってみたんですけど、ちゃんとね30点取って帰りたかったんですけど、今回は残念ながら辞退させていただきたいと思います。はい、そしてもうスイカゲームがなんかめっちゃうまいとか結構みんなに言ってたんですけど、もう絶対言いません。3000点でそう考えたらすごくない？全然いかないんだけど。本当にもっとマジで鍛えてコツとか見つけて、次の動画はスイカ2個と3000点どっちもいけるように頑張りたいと思います。ということでみんなもスイカゲームやってみてね。私はもう本当に明日テストなので
今から古典の勉強してきますということでこんな感じで終わりだと思います。バイバーイ。お先に失礼します。